今回の植物はハチクトマダケです。お気軽にご覧になっていってくださいね。こんにちは、木のままです。2023年5月18日から23日の間に撮影しました。ハチクトマダケの見分け方について、それから竹の花についてちょっとお話ししたいと思います。ハチクトマダケの違いは、タケノコの状態が一番わかりやすいですけれども、竹の状態での見分け方もご紹介させていただきます。タケノコの方は皮に模様がなく細かい毛がある方がハチク、一方まだら模様でつるっとした感じの方がマダケですね。竹になった状態ではマダケがはっきりしてまして、枝のところに毛が何本も出ているのが見えますでしょうか。肩毛というんですけれども、これが枝に対して横に向かって90度ですね、こうパッと開くように生えているのがマダケです。ハチクは枝に沿って生えています。あまり目立たないですね。あと竹はこの樹木で幹に当たるところを冠というそうなんですけれども、冠の色がくすんだ白っぽい緑の方がハチク、青々した緑の方がマダケの特徴ということです。どちらも若いうちの方が違いがはっきりしていて、年数が経ったものは分かりにくいですね。マダケもタケノコが美味しいです。マダケの料理の動画もありますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。どちらのタケノコも深く掘らなくても土から出ている部分を折り取ったらいいので、取るのがとても楽なんですよね。河原に生えているタケノコはとっても問題ないそうなんですけれども、竹は取ってはいけないという話を聞いたことがあります。竹細工職人さんの使う竹がなくなるといけないということで、そういう法律が作られて、それが今も残っているということなんです。そしてこれ、稲の棒のように細かく先が分かれているのを見つけました。はじめ竹の花かなって思ったんですけれども、竹の花はクリーム色のおしべがひょろっと出ているそうなんです。それが見当たらないので、花のピークが過ぎて花が落ちてしまった状態なのかなと思ったんですけれども、竹の花の画像を検索していましたら、テングス病という病気でもこのような状態になるという記事を見つけました。ちょっと画像だけでは花なのかテングス病にかかったものなのか花がつきませんでした。開花期が近い竹は養分が少なくなっているため、テングス病にもかかりやすいそうです。全体枯れていますね。これが花が咲いた後の枯れなのか、テングス病による枯れなのか、どうなんでしょう。竹に詳しい方いらっしゃったら教えていただきたいです。ハチクの花はだいたい120年周期で咲くそうです。花が咲いた後は竹林全体が一斉に枯れるそうです。その様子から竹の花は不吉に思われることもあるんですけれども、一旦は消滅するものの、その後ヒコバエが一斉に出現して、数年後には元の竹林が復活するそうです。新しく代替わりすると考えれば逆に縁起のいいものではないでしょうか。ハチクは直近で1908年に開花したという記録が残っており、ちょうど2020年代にピークを迎えると予想されています。2010年代半ばから全国的に開花が目立ち始め、一斉開花が順次起こっているそうです。お近くのハチク林でも花が咲いているかもしれませんね。ちなみにマダケも120年周期で開花するそうですけれども、1950年から1970年代に順次開花したという記録があるので、次の開花時期はまだ先になりそうですね。ということで、ハチクとマダケでした。いかがでしたでしょうか。この動画では季節の植物を紹介しています。この花よく見るけど何かな、あの木になってる実は食べられるのかな、なんて思ったことありませんか。名前やどんな植物かちょっと知ると何気ない景色もより楽しいものになります。よかったらグッドボタンやチャンネル登録していただけると励みになります。コメントもお待ちしています。今日はありがとうございました。またお会いしましょう。